はい、えー、それではマーチステークスですね本ちゃん行きましょうえー、っと、えー、中山アメ,ーアメちゃうわ何やっ,たっけ、雹が降ってきたんかなはい、3レースから中止になりましてあ、えー、明日開催っていうことで。 はいあ、すみません。その前にこれですね。すみません。えー、ロッコステーク、サタナーさんありがとうございました。やっぱり阪神、外回り強いですね。こいつめちゃくちゃ強いですよ。<laughs> まだ、多分三3着には外してないんで。えー、ありがとうございました。はい。えー、高松ねですけど、乾杯ですね。ちょっと審議もいろいろあってだったんですけど、はい。えー、栗のガウディですね。まあ、もあ持ってなかったね。すぐ走らせたらってとこだったんですけど、刺さる部分があったってことで。はい。 膠、えー、着の関係で買ったんがモドスーパーフレア。あの競馬でしたから、お見事、松田、書くんでしょう。あれは G1、プレゼントしていいでしょう。あの2着はよ、2着っていうか1着ですか頑張ってよく頑張りました。はい、乾杯です。すいません。えー、ライブお疲れ様でした。また来週よろしくお願いします。はい、ということで、えー、気を取り直してまして、えーっと、本茶の方ですね。出走表いきましょう。レッツゴー はい、えー、それでは、えー、出走表行きましょうかの前に、えー、ちょっといろいろごちゃごちゃありますね、えー、とまず阪神のエロコステックスですねはいサタナーサー10番ですねはいありがとうございましたエントシャイでも伸びが良かったですねで えっとね、阪神、ババはやっぱ痛んできたとき、ライブでわーば言ってたんですけど、乱走プランを言っても申し訳なかったんですけど、はい、いディープですね。あのー、ここ5、6年ぐらいかな、なんかバばがきはや結構早いなってレコード出る決着が多くなってきて、 でそういう時の高速決着って、なんかよく昔はディープディープ言われてたんですけど、もうなんかディープじゃないと。はい。ディープが最近ね、最近か知らないですけど、ちょっとやっぱババアが痛んできたときに強いんですよね。阪神でも東京でも。ここちょっと注目ですね。もうちょっと縛られてきたらまたハーツクライとか出てくるんですけどね。はい。なんとこのレースすべてディープインパクト。マジかと。 ちょうど3等ディープやっても4番人気、1番人気、11番人気、3連複1点張り、割っちゃいして、1万3百5 0円、ディープんと超ょい。なんも考えることない。ちなみに、この前のレースでね、あのー、何やったっけ。えっ、ー、とね、向こうがステークスだったっけ。これ買ったんあれやろ、当選ブレスやろ。当選ブレスの時ディープや言って。 ライブ始まらないでディープはディープで当選ブレスを思も言ってたんですけどノーブルカレーナ前だったんやけどいやここ多分普通に最近不思議だしてる当選ブレスなので、当選ブレス下田これ言うの忘れてなんと一着おいとビッテルスバッハも待ってる、ビッテルスバッハもが待ってるこれありがとうございますこれ結構いいの書いてあるはいすいません余談は去っておいてはい それではマーチステークスいきましょうね。はい、えーと、まあ、無宿症生活はもう土日で終わったものなんで、今回ノーカウントで、えー、マーチステークスのみでいきます。で、えっ、ー、とね、事前調査がどうでしょう。えーと、火曜日の夜出るかな。えー、明日のレース終わった後にもう登録ボンバッと出て、えー、出るならそのまま明日の夜に事前調査しますわ。水曜日になってきてまあ、とまったちょっと事後調査と挟んじゃうんで、えー、挟んじゃうというか、えー、絡んじゃうんで。 ダービー卿チャレンジトロフィーってハンデ戦ちゃうかったっけ <laughs> ちゃうかな別にやったか。ちょっと待って。去年の時きてください。えー、っと、ハンデなら、ハンデならめんどくさいんですよね。ハンデキャッパーがその日に決めてくるかなえー、ちょっと待ってくださいね。ダービー強ってハンデやったっけやっぱハンデですよね。ああわかりました。了解です。またちょっと考えますわ。はい。えーお待たせしました。さておいて。 はい、えっ、ー、とね、枠順が、えー、やり直してもうて、で、パッて見た瞬間、あれと思って、クリンチャーまた2番かと思って、おおと思って、一瞬ね、抽選してないやん、これと思ったんですけど、抽選してましたうん。抽選してた。はい。で、すみません、印もね、えー、またゴロっと変えました。えっ、ー、とね、ババはね、ちょっと回復傾向ありますんで、まあ、それでも本命クリンチャーでも行きますわ。 砂かぶらんとどのこうの言ってたんですけどまあまあ前走もまあニガーステイクスちゃっから2着きたしと思ってまあええか下げたらいいしなと思ってはい、えー、クリンチャーもう一回本命で行かせてもらいます、えー、ダート2走目いやもうディープスカイで期待してるんですけどまあどうでしょうね 雪降ってぐちゃぐちゃし、まだね、多分砂ぼこりパンパン立つパンパンな両方ではないと思うんで、多分クリンちゃんのほやと思うんで、いけると思います。それ以上で、それだけです。ありがとうございました。うん。まだいけると思う。まだいけるろ。何よりね、このね、馬番が変わらんかったっていう奇跡ね、もうこの時点でお前はこの番号からいけって、もう持されてますんで、もう、それ、これはもう、 もうほらもう天からの授,け授かりもや、この枠順は、うん。このまま大げさやけどな。G1 でもないけど大げさやけど、そういうことやろ、はい。そういうことで、頑張ってください、はいえー。この舞台、ハンデ戦ですけど、トップハンデがやっぱそのまま力勝ちします。はい58キロえー 57. 5 8五十57.5っていうちょっと半端な数字は、えー、なんかちょっと嫌われた成績、えー、になってますけど、えー、やっぱりトップハンデが強いってことで頑張ってください。57.5、えー、中 57. 途半端ですけど、58と変わらんとも、うん。変わらん。 5 8が、えー、成績悪て57.5が成績悪いってい言い方というよりもトップハンデが強いという見方をしておいてください。多分57.5が成績悪いんですよ。多分ん58キロの馬が追ったと思う、多分他に。今回は58.7.5がトップハンデなんでね。はい、頑張ってください。で、えっ、ー、とね、対抗生を変えました。えっ、ー、とね、ワイルドカード入ってなかったんちゃうかな。前回、外枠やったはずなのね。で、タイムフライヤーも入れました。スワバラの人は変わりません。 えーだから、降格したんが、誰入れてたやろな。多分、ナムラシ入れてたよな、俺。ダムラ嵐、枠順ほとんど変わってない。多分、15番か16番変わっただけなんでしょうけど、だと思うんやけど、変えー、ました。アイテムをもしかしたら、ごめんなさい、変わったかもしれない。赤シャカタボ多分入れてなかったんやけど、多分、コンビ装入れてた気ぃすんやけど、赤シャカタボに変えました。はい、改めて、えー、朝方部ャカタボは、山科山校舎が再考察して入れました。 ローズプリンターズも面白いよって前回特注を打ってましたね。で、ピアウィットは、えー、堀る石川行人さんってのが、えー、またこれもすごい副賞を彼氏ったかな、えー。過去1年ですごい成績見してるってことを言うときました。うん シリスだけやったら確率じゃないにちょっといまいちなんですけど一応ね大体堀さんは最強外人が多いんですけどダミアレンさんとかね石川晃さんで1000万上件の時ヘブントゥナイトで1.7秒差というぶっちぎった足取り11番人気がってますそれまでルメちゃんルメちゃんとか乗ってたんですけどムメさんとかねはいまあまあもう一回この化学反応があるかなで打ち引いたからはい、えー、前から言ってますけどそんなボコリ畳打ちならチャンスあるんでよろしく、ね であと、だから3 0ークも見ました多分前回入れてなかったんですよ。内枠一番やったんかな前ね。まあ今回なんで出れてたかっていうとあのー、前回入れてたかな入れてたかもしれんない。えっとねあのーまあ、前走お休み明け8ヶ月かけてでまあまあ後ろで遊んでただけなんですけど、5 8キロっていう別定戦で半ですよって。 ね、っとねやぱ3走前ですか、一、はいえー、回単調ステークして挟んで怒ってて、はい、7ヶ月かけて去年ですね、はい、36秒6という上がり使って、ね、ただに1秒ぐらいの上がり、マサト藤七段と一緒の上がりなんですけど、あとそれで5着ですからね、これ何かあったら怖いなと思って、はいえー、中山でやっぱりちょこちょこ風の開けるイメージが非常に強くてやっぱ怖いから抑えとこうっていうことで。うん そう,でしょう、ね、中山で何と言っても4勝してますんでねちょっと怖いですね押さえておきましょうはい、ちょっと怖いなちょっと5 2キロでしょ何かある何かなんかやってきそうはい、あとは、えー、明日かともめし私が相談を超れどこまで生き切れるかな村氏が太鼓、うん、から避けた、はい、というのも昇格した人ですねルネスワバレンス一番人気かなはさておいてですワイルドカード、えー、タイムフライヤーをあげましたでワイルドカードは、えー、前回多分外枠抽選やった 今回内枠引いいたんですよねはいえー、内枠の北村宏さんですよね、中山のうちの北村宏さんはかえって徹底したとしてますんで、これは怖いと思って勝ったこと、ね、西はうちの岩田、東はうちの北村宏さんって毎回言ってるんで、前走そのまま倒しますのもともと強いという評価をしてました。中山の成績は、えー、1回、中山16着ありましたけど、まあ、外枠から先行して北村宏さんで負けただけ。 まあ逆に言うと福島ならのとこでね、北村さんがうち、左、え、打、ー、ちから食べ出して勝ってますんで、やっぱりうち引いたらチャンスはあるかなと思ってたんで、良かったなぁと思ってますね。そんな人気出るかな前走2番人気か。出るかな出るかもしれんけど、まあ、北村さんがそこまでもきでんとも頑張ってください。多分そのままアナミスとクリンチャーが多分注目されると思うんで、お名刺はしてね。 と思うんであとは、シャカタ方も昇級するか。私、特にオーブン前奏買ってますね。多分人気出ますよね。頑張ってください。あとは、リアンベリでとうとう。人気ないか。はい。あと、もう一度、タイムフライヤーも評価を上げました。えっ、ー、とね、前奏、フェブリーステークスね、確か私軸かな。注目って5着でちょっと惜しいと思ったんですけど。はい。えー、3ヶ月開けて、フェブリーステークス。えっ、ー、とね、全、まあ、奏結構。 重き発しちゃったんで結構頑張って反動ないかと思ってちょっと評価下げてたんですけどここ評価上げた理由はこれですねはい中山桐馬公設3連成功中止ってことでここですねはいはいみなりくさんのコメント書いてます短期免許での記事が今日で最後だったんだけど4月3日までライセンスがあるので今日が日本最後の記事にならないって書いてますで のチケットを取り直す必要があるしホテルも予約してないってことで g 3の中マーチステークスタイムラインで勝ちたいねってことで。 はい怒ってますよ、これ。怒ってる。おお、延期したんか俺、2日、2日の延期、ホテル取ってないぞ、ちょっとこれ、絶対ね、もうね、飛行機も取り出さなあかんしめっちゃ怒ってる、絶対何があんでもこれ、絶対買ったん、ね、みたいな、ライセンスのチャンスあるんで、これ、ね、7月3日で。何買っても絶対買ったんで、って、でも買いても G3 で7チェック、最後に入れられ、勝ちたいで、買ってるんで、もう買って、買っとくれ、買ってく,くれ、怒って、買って、怒って、買って,って,買って、はい、それだけですありがとうございました。<laughs> メダリックさん、短期免許の外さんが何もせずに帰るわけがない。うん。と思ってますよ。 はい、ちなみに土曜日の中山は宮地国宝で3着はい火曜日頑張ってください4レース以降ファイト日曜日ってなしちゃったあそうかあこれ結構かわいそういこれ市川3レースのトラックで4レースからやりますよー言うてあ雪で中止ですよ、ね、とこやばいこれはこれは絶対怒ってるこれは怒ってるわこれは怒ってるわさ、ね、結構たまたまや結構これたまたまやなこれゼロクラって初めてじゃなゼロクラって初めてだ。な すごいねこれちょうどいっいやー今から行きましょう帰るきです帰る私の向きしてませんけどということでありがとうございましたはいということでマーチステークスはこんなもんにしといて今日はこれだけですねそれでは解明の方に戻りましょうはいマーチステークスですけどすいませんちょっとすみません,ちょっとすみません画面起こしてこれはいえーさっきの解明どりでいきますはいちょっと2番のクリンチャー馬番カラスラッキーと1番 っ高山、ささんで頑張ってください。はい、今日はこれだけですけど、終わりましょうか。また明日、ライブは多分ないと思うんでましたね。はい、えー。ちょっと残念ですけど、えー、また明日、かな自前調査でお会いしましょう。以上で終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。